で、でんということで、ようやく到着いたしました。とりあえずフードコートで買っていきまーす。ということで、買ってまいりました。ブワンということで、こんな感じでございます。こちら、バン。サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日はコストコに行って、フードコートのいろんなものを食べてみたいと思います。ということで、本日今来ているのはこちら、与那原町でございます。そして、何度か見ていただいている方、またここからコストコまで行くのかって思っている方もいらっしゃると思います。ちょっと定番化してますが、こちらの与那原町のこの板田式の伊能からですね、コストコの方に行ってみたいと思います。今日はですね、先ほど言ったように、コストコのフードコートのいろんなものをいただこうと思います。約1万円のものをいろいろ購入したっていう動画の中では、ホットドッグをいただいた動画っていうか、車の中でいただいたんだっけな、ホットドッグいただきました。あとライブ配信中にソフトクリーム、これ美味しいですよって言われたんで、ライブ配信中にいただいたことがあります。あとその他って、実際にはいただいたことないんですが、結構口コミとか、あとライブ配信でですね、ピザ美味しいですよとか、あとプルコギドッグでしたっけ、あちらも美味しいですよっていう評判いただいてます。なので今回はですね、ちょっとどこまで多分一気に残してお持ち帰りするものもたくさんあるかもしれませんが、今回フードコートのものできる限りですね、いろんなものを購入していただきたいと思います。ちなみに今9時半過ぎかな、多分到着時刻ちょうど10時ぐらいになるので、まあ10時オープンなんですけど、まあ事前に多分最近まだ空いてるのかな、まあとりあえずですね、一応告知されている10時オープンの時間にどんな様子かっていうのも合わせてお届けさせていただきたいと思います。それではコストコ、ちょっと風強いですが向かいます。ということで、おやけばるの交差点までやってまいりました。ここまでは全く問題ありませんでした。実は新里ビラでしたっけ、あちらの交差点の手前にですね、横に縦看板があって、コストコ入場までどれぐらいっていうのが書いてあるんですが、そこでですね、実はこっちから回ると1時間、そして二来金井橋から行くと0時間って書いてたんですけど、多分こっちも今のところ問題ないと思うんですが、あれはちょっと脅しな感じがしてしまいましたが、どうなんでしょうか。とりあえず向かってみたいと思います。今のところ順調です。そういえばこちらの左のチャーリーレストランも多分レストラン営業終了したんですよね。もう今月いっぱいまででしたっけ。テイクアウト対応のみになるっていう話を聞きましたが、そしてこちらコストコさんに入っていく交差点やってまいりましたが、全く問題なさそうです。それではこちらも入っていって、その先も大丈夫そうですね。やっぱり全然まだ10時前、10時、一応9時56分ですが、スムーズにやってまいりました。こちら左で行ってみます。コストコの社員さんかな、ローソンまで歩いて行ったのか。めっちゃなんかおしゃれなスタイリッシュな方が歩いてましたが、それでは着きました。右手に見えてますが、結構ガラガラです。1週間前よりはちょっと車多いかな。なぜか駐車場入り口こっち閉鎖されてます。あれなんでだろう、こっち側から入れっていうことかな。いつも逆にこっちを封鎖されてたイメージなんですが、こっち出口専用ですね。こっちのガソリンスタンドの近くから入るという感じになってました。さっきすれ違った車、まちそのまま行ってしまいましたが、大丈夫でしょうかということで、こちらやってまいりました。あ、もうここ空いてる、ここに止めようということで、よいしょーよいしょーということで到着です。で、でんということで、ようやく到着いたしました。やっぱり結構空いてますっていうか、人もそんなになんか多くないイメージですね。とりあえず先ほど言ったフードコートのものいただいていきます。ちょっとお買い物もするので、とりあえず行ってみます。ちなみにさっきに駐車場の様子だけこっちちょっとだけ覗きに行きましょうか。この辺りまではまあそこそこいっぱいなんですけど、奥のなんだ、2、3列目ぐらいからかな。結構スカスカっていうか、まだ全然余裕がある感じですね。こっちの端っこのロゴの辺りですが、この辺からはもう半分ぐらい向こうは空いてますね。そしてこの奥も空いてる感じです。こんな感じです。ということでお店の方に向かいます。で、先ほど言ったようにフードコートのものを買って、ちょっとどこかで買い食べるので、とりあえずフードコートで買っていきます。ということで買ってまいりました。とりあえずフードコートのものプラスちょっとだけ買ったんですけど、フードコートというか外のテーブルちょっと空いてたんですけどね、そこでちょっとですね買いすぎたので、なんか一人でそれを黙々と食べてるのも何かなっていうことで移動したいと思います。それでは移動しましょう。ということでちょっと今までやってまいりましたが、ちょっと
ょっと風強いんで大丈夫かな。屋根ありのところに来てますが、暗いかな、ちょっと明るいところにやってまいりました。こんな景色の何だったかな、漁港なんですけど、漁港とあとそっちになんか無人島みたいな小さな島があります。以前ライブ配信でちょこっと来たんですが、こっちの見えないところ、この奥に漁港があって、そしてちょっと公園があってですね、これ海沿いあって、そこになんか無人島みたいなのがある場所です。ということでこんな場所でちょっといただいてみましょう。しかしちょっとこの風やばいかな、大丈夫かな。とりあえず一回取り出してみます。ブワンということでこんな感じでございます。なかなかいい感じです、っていうかすごい量です。買ってきたもの紹介しましょう、っていうかすごいな、大丈夫かな。風が強すぎてマイクの風音も心配ですが、こちらもう見えてますが、ホットドッグひっくり返ってますが、一応ですねこの前習った感じでこのソーセージの中にいろいろ入れてまいりました。ソーセージちょっと取り出してこの中に入れればこぼれないですよ、ということでこちらでいただきました。ちょっとピクルス切れがですね、なんか 2,3 箇所あってめんどくさくなってピクルスなしにしてみました。玉ねぎは入ってます。マスタードとケチャップは入ってます。こんな感じでございます。そしてちょっととりあえず買ったもの紹介しましょうか。基本的にご飯系は全部食べました、頼みました。こちらがプルコギドッグでーす、ということでこの中に入ってる感じですね。ちょっと後で中を見てみましょう。そしてこっちがピザは3種類あるんですけど、すいません3種類の中の1つ、こちらがミックスですね。なかなか美味しそうでした。めっちゃお買い物しながらやっぱり食べてる人もいたんですけど、こちらいただきました。こちらスライスです。ワンスライス300-400円弱ですよ。とあとこれがやばいんですが、こちらって何も見えてない、こちらバーンということで、これが1000円弱、980円だったから、こちらちょっと晩ご飯用にもポテトと、あとこのなんだろう、これナゲットみたいなのか、でも結構細長いんですよね。ちょっとこちらの方いただいてみましょう。というかこれケチャップとかこれにも入れればよかったのか。これケチャップいりますね。こっちにもケチャップとか欲しい感じですね。ですいません、こちらにケチャップ入れてないので、とりあえずこれいただきましょうか。これなんかちょっとおつまみ的な感じになります。芋も現地でなんかこのカットされた感がめっちゃありますね。それではこちらの芋、それではポテトをいただきます。やっぱりケチャップあった方が多分美味しいと思いますけど、結構ケチャップなしでも塩気がそれなりに効いててなかなか美味しいです。っていうかこんなところで食べてるなっていう感じですが、そしてこちらこれなんだろう、商品名見たらわかるかな。なんかあるものとりあえず頼んじゃったんで、こちら商品名も忘れてしまいました。それではこちらいただきます。中はチキンですね。結構プリプリな感じで美味しいです。なかなか美味しいチキン。ちなみにドリンクはホットドッグについてます。ホットドッグ一番安いのにドリンク付きっていうのもすごいですよね。ちなみに氷なしでオレンジジュースたっぷり入れました。それではどうしようかな、ちょっとこれ減らしたら吹っ飛びそうなの。ちょっとこちらのチーズミックス、チーズじゃないピザですね。ピザめっちゃでかいですね。これ普通のやつで6分の1スライスぐらいなのかな、これぐらいな感じでしょうか。やばい、これちょっとお皿ごとですね、お皿ごといただいてみます。それではなかなかやばい感じ、いただきます。移動時間多分10分弱ぐらいなんで、まだあったかいですね。しかもちょっとやっぱ座った方が風が来ない、いい感じです。こっち10分弱ですが美味しい。しかもこの具沢山で結構アメリカのピザですね、しっかりと分厚い感じです。そして具沢山でうまい。具もですね、ペパロニにこれミート、そして玉ねぎとかピーマン、そしてオリーブとか入ってて、結構いろんな具が入っててなかなか美味しいです。それではちょっと風の当たらないところに置いてますが、一旦ホットドッグ、まあこれは普通な感じですけど、しかも多分食べたことある方いっぱいいると思いますが、ホットドッグでございます。改めてホットドッグのレビューをすると結構大きくて、もうほんと手のひらサイズで、僕の大きな手でもちょうどぐらいです。多分20センチぐらいあるのかな。こちらのソーセージ、そしてそれをはみ出すぐらいのソーセージの量です。あとオニオンと、ピクルス、ピクルスなんかペースト状のピクルスですね。そんな、まあ、めちゃめちゃペーストじゃないですけど、ピクルスがあって、あとマスタードとケチャップは、まあ、入れ放題というかセルフサービスで入れる感じです。めっちゃ風暴れてますが、こちらそれではホットドッグいただきます。やばい、やっぱりこのホットドッグ、このホットドッグ自体が食べ応えありますね。このソーセージがごつくて、多分直径1センチ5ミリぐらいあるのかな。結構食べ応えのあるソーセージで美味しいです。こんな感じのごっついソーセージです。それが美味しいです。もう一口いただきます。うまい。しかし風強いけど結構空は青いです。からのプルコギドッグ、これが結構いい値段するんですよね、680円。でもサイズはですね、さっきのホットドッグよりさらに大きいです。手のサイズを超えております。やばい、でかすぎです。こんな感じです。
そして中、ちょっと中開けてみましょうか。中はこっちから開けるのかな。っていうか中、この中、中はどうなってるんだ。これ特になんか開けるところないんですね。この後ろが割れてるの。でもなんか開けるところがないです。もうこのまま一気にかぶりついてみましょう。それではこちらかぶりつきます。おう、なんだろう、このネギと肉の感じ、美味しいですね。もう一口。うまい。こいつはなかなか美味しいですね。これ多分あのお肉のコーナーからのプルコギのものと一緒なんでしょうか。そういったことも全然知らずに食べてますけど、一緒っぽいですよね。まだあれもですね、ぜひ食べてみたいと思いながら食べてませんが、美味しそうなプルコギがこちらに入ってます。それではさらにもう一口いただきます。っていうかこのボリューム感はやばいですね。これで2000円はやっぱり安いですよね。まあ、これプラスドリンクつけても、これドリンク別売りでも80円ぐらいなんで、これ2人で食べれる量じゃないか。3人ぐらいでいける感じかな。4人ぐらいかな、もしかしたら。結構なボリューミーな感じです。こんな感じでいただいてみました。それではちょっと食べますが、たくさんお持ち帰りもさせていただきます。それではさようなら。ということで本日はコストコさんのフードコートで美味しいものをいただきました。全部で総額2100、税込み2190円でございます。ちょっとそれぞれの値段ちょっとテロップで出しておこうかな。ちょっと忘れてしまいましたが、まあ一番手軽なのはですね、やっぱりホットドッグですね。飲み物付きで180円はやっぱり激安ですよね。そして教えてもらったように、あのソーセージを一回ちょっと熱いんですけど、パンから避けてですね、紙の方に避けて、そしてパンに直接オニオンとか、あとマスタードとか、もうオニオンだけでもいいかもしれません。オニオンかけてその上にソーセージやると、結構オニオンがですね、こぼれずになかなかいい感じでした。やっぱりオニオン上からかけるとですね、かなりこぼれるんですけど、そのやり方は本当にいい感じですね。あと同じ系で言うとプルコギドッグ。もうパン自体もですね、ちょっと違う感じで結構しっかりした感じかなと思います。ホットドッグのものよりしっかりした感じのパンだったと思います。そしてその中にですね、あれどうやって入れてるの、多分後ろ裏側を一度開けて蓋をしてるんだと思いますけど、結構しっかり蓋をされてるので、食べててもそんなこぼれるような感じはなくて、しっかりパンに包まれてて結構食べやすかったですね。もっとホットドッグみたいになんかこぼれ落ちそうな感じになるのかと思ったら、全然そんなこともなくて食べやすかったです。でもこぼれにくいっていうのはいい反面、悪い反面で言うとちょっとボリューム的にはですね、パンのボリュームとお肉のボリュームで言うと、パンのボリュームがちょっと多いかなっていう感じがしました。もうちょっとプルコギの分量がですね、もうちょっと多かったらもっと美味しいのにななんて思いましたが、ちょっと贅沢な悩みでしょうか。でもなかなか美味しかったです、プルコギドッグ。そしてあのバカでかいやつですね、あれ960円980円ぐらいだったと思いますが、あちらですね、調べたらチキンスティック&ポテトということで、結構プリプリのチキンがですね、この食べてて本当に美味しかったですね。そしてポテトもですね、本当にジャガイモが焼きたてっていう感じで、ホクホクのポテトで美味しかったです。そして最後にいただいたっていうか、最後に名前を言ってないのがピザですね。ピザは一応3種類あって、僕ミックスじゃなかった、コンボっていうやつをいただきました。まあ意味的には同じなんですけど、すいません、ちょっと種類を忘れてしまったんですけど、2種類あって、それが混ざったようなものがコンボだと思います。ペパロニがたくさん、そして上にミート、そしてオリーブとかもあって、口の中が複雑なんですけど、その複雑な感じがピザっていう感じで美味しかったです。アメリカンなピザですね、美味しかったです。ということで本日はコストコのフードコート、人気のフードコートで皆さん並んでましたが、一応ですね、店出たのが多分10時半11時にはなってない時間に店を出たので、多分フードコート行ったのは10時半から10時45分とか、それぐらいの時間だと思うんですが、まあそんなに大きな行列はできてないんですが、やっぱり 2,3 人は並んでるような感じでしたので、まあちょっと列少なめなところですね、僕はですね、なんか空いてますよとか特に気にせず、もう空いてそうなその人数が少ないところにバーって行って、パパッと頼んでいただいてしまいました。美味しかったです。そしてピザ食べてる時も言いましたけど、結構ですね、お買い物中ピザとかホットドッグ食べてる方、やっぱりちらほら見るんですよね。内地ではなかなか見ないみたいなんですが、まあ、ジュースは結構内地でも見るみたいなんですが、食事はされながらっていうのはなかなかないみたいなんですが、沖縄のフードコートはちらほら見ます。まあ、それがいいのか悪いのか、マナー的にどうなのかっていうのはちょっと疑問も感じますが、まあ、アメリカな感じで言うと、アメリカは食べてるんでしょうか、ちょっと本場のコストは分かりませんけど、まあ、ジュースとかはですね、先にちょっといただいて飲みながら回るのはまあありなのかなって個人的には思います。そんなコストコの楽しみ方もあると思います。ぜひ皆さんコストコ楽しんでみてください。ということで本日は改めまして、沖縄県南城市にあるコストコさんのフードコートで、たくさんのフードコートのメニューいただいてみました。美味しかったです。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それ
それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリーカップ、バイバーイ。ということでちょっとおまけですが、暴風の中お聞きいただいてありがとうございます。ちょっとこの後またライブ配信しようかなと思いますが、最近毎週火曜日ですね、定期配信のように、まあ、先週先々週はもう朝一っていうか、まあ、9時10時ぐらいにコストコに着くような感じで配信したんですけど、今日はお昼過ぎかな、その時間に到着するような感じで行きたいと思います。まあ、もしよければですね、火曜日の、まあ、昼間から夕方、少なくとも夕方前にはなると思うんですが、もしかしたらしばらく毎週火曜日定期配信みたいな感じにしてるかもしれません。もしよかったらご覧ください。